こんばんは。明日コンサートですが、全然まだ完璧ではない状態です。まだちゃんと覚えてない歌詞も曲歌詞もあるので、ミュートして今日は踊らないですが、歌詞覚え配信をします。あ、シギタンからとうとういただきました。シギタンありがとうございます。メガネしてはっきり見えたわ。はっきり見えてはないけど、あのもうわかったアバターでわかっちゃった。あ、ハイキさんからかわいいいただきました。ありがとうございます。なんかね、この前セリフ覚え配信、覚え配信セリフをミュートしてセリフを覚え配信したんですけど、さすがにね、セリフはバレないじゃん。口だけ見てて私何喋ってるか分かる人はいないと思うけど、さすがにないいないけど、歌詞はねちょいやばいじゃん。ちょっとバレる可能性があるので、マスク準備しましたバレないようにマスクしてミュートしてこれ練習します。もう11時まで練習するつもりです。ストーリー見て、去年一足先にマチャリンが武道館見に行ったことを思い出したあ、そう、私のね、そう、でも今回作る余裕ないかもしれない。ハイライト全部終わってから作るかもしれない、わかんない、余裕どれくらいないか何曲覚えるの？え、結構毎日結構の量よ。ではもう余裕ないんでミュートをして練習します。でもノート使うので、まあちょこちょこちょっと喋ったりするので、よかったら皆さんもなんか読書したり携帯いじったり、ラジオでもない私の配信見てくれたらと思います。では すごい光景だな。すごい顔してるな自分。しかもメガネもしてて、あ、疲れた。毎日6時半起き、疲れた。疲れた。帰り移動中とか爆睡した。これは普段そんなに爆睡できない人だけど、全然爆睡したわ。はあ、ではミュート。
休憩、ちょっと休憩します。うわうわ、とある曲のとある順番を覚えられないな。明日見に来てくれる方は多分あここかってなる、うん、なると思う。あこれは難しいなとか多分共感してくれると思う。うん、そもそも日本語わからんのもなんかしょってカタカナは本当に苦手。申し訳ない、うん、ずっとミュートしてて申し訳ないんです。あ、待って、めっちゃ遅くなりました。すいません。シギタンからね、なんか待ってたよ、待ってたよかな。いただきましてありがとうございます。待ってたようですかね。ちょっと目が悪すぎて何送っていただいたのかわからなくてごめんなさい。のと。イソモンさんからたくさんお花いただきました。ありがとうございます。うわー明日、いやでも頑張れば明日はもちろん大丈夫だけど、本当にもう今日の睡眠時間まだ削って削って削って、とりあえず振り付けはもういっぱいいっぱいだから、今とりあえず振り付けなんとかして歌詞今苦戦中でございます。今日は何日だろう、19日、うん19が、なんかね急に思い出したっていうか、8日までは調整じゃん、今自分のスケジュール見てるけど、洋画までは上捨てで、9日から今日まで毎日レッスン場行ったわ。毎日行ってない日がない。毎日行ってた、何かしら公演の日でも朝レッスンしてから公演行ってたので、どうしよう、明日武道館集合場所があるけど普通にレッスン場行っちゃいそう行っちゃいそうだな。上捨て終わった日から今日まで毎日レッスン場行ったわ。上捨て終わってからなんて遠い昔のように感じるけど、まだ2週間経ってない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12日間ずっと毎日行ってたわ。はあ、通り慣れた道になってしまったね。あでも8年間通ってるので、通ってるっていうか、うん普通に普通だけど、さらにね12日連続レモンハムルーマのレッスンくらいかな、レッスンぶりコンサートとかも、でも12日間連続はさすがに12日間連続あんまりないのね、なかったのね。ネモハムルーマーぶりかな、こんなに毎日毎日。
12日連続公演の日でも行ってたわ。ボリューム、あ、落ちた。ボリュームが、これ本当に12日間覚えられる量ではないし、自分で動画見て覚えた曲とかもあるので、本当に史上一きついです。今一番必死です。うん、今月の劇場公演、オカリナの卒業公演出ないかな。はい、出ないんです。チーム A はもう終わりました。もうしかも稽古も行ってない。今お稽古全然行ってないから、はい、他の公演出ません出ません、もう出ませんオカリナの卒業公演も精一杯だってさ、僕隊も練習しなければいけないし、追加の最後の曲も練習しなければいけないし、舞台お稽古も行ってなかった分、セリフもね本当に覚えてないの。今はもうコンサートに集中してるので、なんで今月はそもそも A 公演も終わったし、オカリナの卒業公演以外出ません出ません無理。あ、今舞台のこと全然考えてない。とりあえず明日のこと、あ、待って、一つ思い出した。いや、今ね、毎日何かしらツイートをしてるんですよ。ツイートをしたらまだ、ツイートをしたらまだ練習始めます。ツイートしますよ、ポストしますよ、えい。1年前の写真、1年前の写真の写真なんかすごい幼くない？めっちゃ幼い写真だった。オカリナにお手紙を出すでしょ。オカリナにお手紙？え？そんな予定ないよ。もう出るのは、公演出るのはもう精一杯。もうお手紙は、いや同期じゃない？知らんけど、何も言われてない。あ、そう、携帯にパミのステッカー貼ってるっていうか、挟んでくれてる。あ、今日
今日あったよ。今日は3日目のリハーサルだけど、終わったら、え、なんでいるのって言ったのね。なんでいるのって聞いてめっちゃ冷たいかなんでいるのって聞いたら、自主練習に来た、明日の自主練習に来たけど全然終わらないねって言われて、そうなの、めっちゃ押してた。でも毎日押してる。押してない日がない。押してない日がないよ。毎日めちゃめちゃ押してて、めっちゃ待ってくれた。ごめんね、レッスン上使ってて。押してない日がない。そもそも私毎日居残りだった。今日だけ居残りしてなかった。胃がずーっと毎日居残り、毎日行くんだよな。疲れた。はい、では皆さんぜひあのポストの方コメントをお待ちしております。先ほど投稿したので、はい、では練習続きます。ミュート。
私も喋りますよ。一応歌詞と立ち位置と流れは頭に入れました。本当にパンパンで、とりあえず振り付けを覚えて、立ち位置とか歌詞はごちゃごちゃだったんですけど、一旦整理できました。3日目は一番やばい。3日目はとある曲、本当に未だにちゃんと踊れてなくて、本当に怖い曲があるのね。2曲が足で言えば、あ、もう1曲ね、今日初めて立ち位置、あ、2曲が、2曲今日初めて立ち位置に入った。その中の1曲は立ち位置そんなに難しくない。振り付けもちょっと曖昧だったけど、まあそれちょっと練習したらできる。もう1個ね、合わせもなくて、そのまま今日投資ポジション入った。うわー、ちょっと本当にビビった。本当に怖くて、一回も合わせないんだって、あ、そのまま曲やるんだって。あ、みんな合わせたことあったけどね、私だけ合わせたことないから、私一人のために合わせてくれる時間もないし、必死でした。事故はなかったけど、2日後ステージで踊れるレベルではないっていう。信じずつ解決していく。そうだね、だから今日は明日のことだけ考える。3日目のこと考えない。明日は3日目のこと考えてもいい。リクアワーは、リクアワーやっぱなんかその大移動とか曲数も自分出る曲だけ出るね、ポジションの曲ある。うん、だからリクアワーはまだ把握はできてるけど、だから明日終わったらしあさっての準備してもいいけど、今はとりあえず1日目。もう怖くて、全体リハなんかね、ちょっとミスったこともあって、なんかね、調整の稽古とリハーサル両立できるかなって思ったけど、なんか今回の武道館コンサートのリハーサル、そもそもめっちゃ遅かったんですよ。あ、ヤピーさんからとうとういただきました、ありがとうございます。ヤピさん、ありがとうございます。なんかね、ミスったのはもともとお稽古とリハーサル両立できるじゃないって思ったけど、リハーサルそもそも全体遅かったのね。もう上捨ての本当に本番1週間前くらい、ちょっと待って、本番1週間前くらいかな、わかんない、多分本番1週間前くらいコンサートのリハーサル始めてて、いや、さすがに1週間前はもう舞台に集中するよ。さすがにそもそも、もう集中稽古も完全に入ったので、スケジュールも舞台の方になっちゃったので、リハーサル行けなくて、
思ったよりコンサートのリハーサルが遅かった。のと次の舞台も、でも今はもう次の舞台のこと一旦忘れてる。台本も今カゴの中に入れてない。台本持ったら台本見たくなっちゃうから、台本完全に今封印してる。じゃなかったらコンサートの集中できなくなっちゃう。必死です、四十一必死です。はあ、でもね、ステージになったら全力で楽しみたいので、明日来てくれる方ぜひ一緒に楽しみましょう。今回本当ちょっと楽しめないかもしれない。本番前言う話じゃないけど、あの不安の方が強すぎるかな。あまりにもリハーサルしてないから、特に3日目本当に血を起こし、自分で動画見て起こしてたから本当に怖い。でも1日目は2日目なんとか楽しめそうかもしれないです。うん、次の舞台アフタートークとお見送り会あるみたい。本当？全然今とりあえずコンサートに集中してるので、あの舞台のあの連絡全部一旦無視してる。じゃなかったらもう集中できなくなっちゃう。一旦無視して舞踏会終わったらもうあっちに集中する。です。はい、でも配信しながら練習してすごい集中できました。今日はここまでです。喋ってなかったけど配信見てくれてありがとうございました。では何も喋ってなかったけどランキングの時間です。ランキング読みます。最後まで付き合ってくれてありがとうございました。ちょっと本当に申し訳ない、ギフト投げてくださった方、もし名前読んでなかったらちょっと本当に申し訳ないです。コメントしてくれたら読みます。本当に全然コメント見てなかった。とりあえず明日コンサートはアリーナなのでパミーペンライトたくさん振るね。ありがとうございます、ありがとうございます。もうパミー探しますね、レスします。自分が買った舞台2つともなかった。それは運命ですね。もう一回見に来てくださいっていう意味でのかな。運命ですね、サンステ見ないとっていう意味での。舞台のこと全然今本当に情報今無視してる、知らなかった。後でツイッター見てみよう。あまりにもあのね、昨日一つミスったのね。毎日自己満だけど毎日ストーリーの更新してるのね。もう本当にパンパンすぎてもう全然 SNS を見る余裕がなくて普通に見てなかった。見てなかったし投稿を完全に忘れちゃった。あ、燃えるゴミゴミな人からめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、疲れました、ありがとうございます。はあ、そう結局投稿してなかった、うわーってなった。キャー、一瞬 X 見てみよう。お、皆さんのコメント、一瞬コメント読んでみるね。まあまあ好きな後輩、そうなの、まあまあ好きな後輩。
まあまあ好きな後輩もあとちょっとで卒業するか。普通に今日会って一言目がなんでいるのって言っちゃった今日は3日目のコンサートのリハーサルだからね、本当はいないけど自主練なんだ。最初なんでいるのもう朝からリハーサルしてて夜ね、なんで夜なんで行ったのって、なんでいるの。いや、おいにあいつショートありがとうございます。フールで見ます。あ、そうなの、フールで。ぜひぜひ。ひどくない。疑問なんでいるのっていう疑問。ひどくない。1年か武道館は行ってないけどぜひ今年ね待ってます。うん、いい写真。1年前も今も。あ、そう、いよいよ本番。めっちゃ早起き。そうですよ、毎日めっちゃ早起きです。だからもう移動中大爆睡、本当に大爆睡した、うん、3日間あるとリハも壮絶だね。そうだね。いやそうなの、リハ早いから。お、起きるのが早いね。5時半からリハとかそういうわけじゃなくて、5時半からリハじゃなくて、起きる時間が5時半6時くらいっていう意味で、さすがに5時半からリハーサルというスケジュールではありません、うん、武道館には行けないけどフルで見る。ありがとうございます。あ、マチャリンや他のメンバーの頑張りを楽しみに3日間応援しに行きます。待ってます。たくさんパミ振ってね。コンサート全力でやりきってくださいね。あずきパー送ります。ありがとうございます。もうこの1年特に充実し進歩したからこそそう見えるのかもね。あ、そっか、確かに。なんか1年前多分ツインテールしたから、あれあれあれよ、妹選抜だったわ。だからツインテールした、ハーフツインが、ツインテールじゃないわ、ハーフツインした。ぜひコメントまだまだお待ちしております。もうコメント見てなんか元気もらいましたふう、ではもうランキングのお時間でございます。今日も見てくれてありがとうございました。何も喋ってなかったけどランキング読みます。はい、眠い。13位は橋本ジョージさんです。12位はミッチーさんです。11位はレオーネさんです。10位は渡里さんです。9位はラーメンさんです。8位はオクチーさんです。7位はパンダマルさんです。6位はハイキーさんです。ありがとうございます。続きまして5位、ちょっと待ってね。5位は燃えるゴミゴミな人です。みんなで楽しい武道館公演にしましょう。ありがとうございます。なるべくぜひね、武道館まだ当日券買えるかな。そう、ちょっと情報わかんないけど、でも多分どっかで買えると思いますし、来られない方はぜひフールでも見てください。うん、頑張ります。では続きまして4位はおじみょんさんです。ありがとうございます。おじみょんさん。3位はヤピーさんです。ヤピーさんありがとうございます。ヤピーさん。続きまして2位はエゾモンさんです。ありがとうございます。最後1位はシギタンです。コンサート全力でやりきってください。めっちゃアツキパワーを送ります。ありがとうございます。いつもアツキパワーを送ってくれてありがとうございます。声、私の声本当に何も喋ってなかった
配信ですが、最後まで見てくれてありがとうございました。明日頑張ります。本当にめっちゃ頑張ります。本当にめちゃめちゃ頑張りますよよはい、なので明日来られる方はぜひいっぱい楽しんでください。ファミペンライトをたくさん振ってください。探しますでは、うわ明日この資料絶対忘れちゃいけないな。これ忘れたら私はもう何もできなくなっちゃう。怖いな。とりあえず写真撮った。はい、ではマチャリもコンサート楽しんでね。ありがとうございます。楽しみます。今ちょっといっぱいいっぱいだけど、とりあえず明日朝からリハーサルして、リハーサルでちょっと不安なところ解消して、もう今晩は楽しみます。では皆さん本当にありがとうございました。コンサートの写真とか感想だったり全部X に載せますので、ぜひ X を見てください。ハイライトを作るのは多分全部終わってから作るかもしれない。もうそういう本当に余裕がないから今回だから。あ、しかもね、もう一つ思い出した、ジョーステのハイライトも作っ、まだ最後まで作って、ね、作り終わってない、作り終わってない、なんか最後まで終わってないんですよ。ピン書いてないんですよ。まだですね、まだですね。そうだから、終わって上ステ乗せて武道館乗せてっていう順番かな、うん、だからまだです。全部落ち着いたらまだハイライト作りたい、ハイライトがあるのよ。一生点何月?8月か9月くらいかな。8月か9月はもう余裕なかったわ。8月 ?7 月じゃないよね。8月か一生点行ったの。え、あれレポしたかったまだ作ってないハイライト。だから私のインスタグラムぜひ見てください。インスタグラム頑張って更新してますが、なんか毎日フォロワーさん減ってるっていう、なぜぜひ私の X もインスタグラムも YouTube も全部フォローして楽しみに待ってください。では皆さん、また明日コンサート頑張ります。頑張るで。おやすみなさい。